エアコン内だけで暮らしが変わる。こんにちは、こんばんは。いつ見てるかわからないから、とりあえず挨拶全部言っときます。あっつ、エアコンつけなかったら夜でも汗だらだらだ。もうちょっと涼しくなるかなと思ったけど、全然だな。汗だらは変わらんわと思って、汗だらだな。さっきあの気温計見たら30度まだあったからね。まだ30度ある。今10時ぐらいなんですけど、全然安いな。え、なんこれ、なんだったのこの人は、なんだったのこの人は。あっつ、今ねもうすごい汗が滝のように流れて、せっかくシャワー入ったけども汗が止まらん。いやー、あっちな、せめて扇風機ぐらいはちょっと乗せとかんとな。今思い出した、扇風機、ちっちゃい扇風機があるから、ちょっと風だけでも送っとこう。ちょっとは変わるかな、この赤信号の間に用意ができるか。用意ができる。動く前に準備すればよかった。ダメだ、間に合いそうもないな。これ、あれ、どこ行った？これスイッチがどこ行ったかわからん。あ、もうわからん。いや、まあこういう感じも。こういうこともあるということで、しょうがないから普通に終わりますか。はい、ということで、夜も夜とていろいろ買い物して、10時なんですけど、まだ30度あるという暑さでもわっとしてて、やっぱエアコンないとやばいな。これでさ、カーエアコンだけじゃなくて、あの家のエアコンまで壊れたらもうやばいよね。あとは停電とかね、台風による停電とか地震による停電とかでね、電気が使えなくなった時をこと考えるとやばいね。皆さんちょっと気をつけた方がいい。マジでバッテリー用意した方がいいな。これこのままじゃやばいですよ、暑すぎて。夏はさすがにやばいな。気をつけましょう皆さん。電気、水道、ガスに代わる、震災対策、気をつけた方がいいと思います。現場からは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。